カルロ・ペドロッティは、イタリアの指揮者、作曲家、音楽教師、ボローニャに生まれる。作曲家、ドメニコ・フォローニの下で研鑽を積み、ヌオーボ劇場、フィラルモニコ劇場の指揮者を経、後、鳥の音楽院委員長、鳥の霊女劇場音楽監督を務めた。霊女劇場でのペドロッティの活躍は特筆すべきもので、30年にわたって、同劇場にあり、スカラザ、 フェニーチェザの台頭により長期低落傾向にあった、同劇場の水準を著しく向上させるとともに、マヤアベア、アフリカの女、フロトーマルタ、トマ、ミニオン、マスネ、ラオールの王、カール・ゴルトマルク、シバの女王、ノー、サモラの貢ぎ物や、ビゼー、カルメン、ワーグナー、ローエングリンなど、フランスオペラ、ドイツオペラの紹介にも尽力した。作曲家として、 数点のオペラを残したが、それらが今日帰り見られることは、ほとんどない。音楽教師としては、フランチェスコ・タマーニョ、アレッサンドロ・ボンチ等を育てた。晩年は、健康を害し、アディジャ川で、受水自殺を遂げた。皆で仮面をつけて、霊女劇場。ありがとうございます。